ということで、えー、今日もどんどん皆さん入ってきていらっしゃいますが、えー、今日のトピックは、ちょっとかなり真面目なト,ットピックです。これ大体ですね、9月の初めに、9月の初めにトライアルクラス、ジャパニーズトライアルクラスでトピックで話したんですね。日本の引きこもりについてな、うん、なぜなら JCC の,、まあ、のー事務部のメンバーがですね、先生、日本の引きこもりという言葉がインドネシアでもとても今有名です、よく聞きます。で、あのだいたいちょっと分かる人があまり外に出ない、子どもたちとか外に出なくて、人とコミュニケーションしたくないんですね、この引きこもり、これちょっと日本人の人に聞きたいですっていう話になって、アヒルニャー、ワクト・ジャパニーズ・トライアル・クラス、引きこもりがトピックになりましたが。 30分だけ、チマスタンガジャン、ティラチョクプワクトに時間が足らなかったので、今日日本語とインドネシア語でみんなこの引きこもりについてちょっと自由に話をしてみた。なぜなら、前回のワクトークマですね、トライアルクラスですね、前回のトライアルクラスで最後のトピックになって結局、えー、これは難しい問題ですねと言ったのが、確かエルヴィさんが言ったんですが、日本の 引きこもりを聞いたときに、子供だと思っていた、子供だと思っていました。で、子供が引きこもりは、先生、インドネシアにもありますよって、どうして日本は今、引きこもりが話題になってるんですかということあそういうこと。で、ね、今日話します。今、日本の引きこもりという問題は、子供の問題ではないんです。子供の問題の場合は、普通は登校、まあ、拒否という言葉が使われます。 登校というのは学校へ行くという意味ですね。で拒否というのは我慢やだというね、あの、これを拒否と言います。だから子供が学校に行かない問題は登校拒否という言葉があります。で、この引きこもりというのは今普通は大人の問題です。今特に問題になっているのが40歳から60歳ぐらいまで。 の大人が外に,出ない外に出ないということはもちろん働かない友達にも会わないもっと極端な話はもっともっと大変なのは親にも会わないだから家のだ中だけじゃなくて家の中の自分の部屋だけが世界そういう人たちが増えてるんです。 この引きこもりについてちょっと話をした。まずフリーディスカッションにしましょう。この引きこもりに対して、初めて知った人、インドネシア人。インドネシア人で大人の引きこもり。今、日本で問題になっていますというの初めて知った人。どうぞ。初めて知った人。スラントさん、プトリーさん。スラントさんとプトリーさんは初めて知りました。じゃあ、ちょっとスラントさんに聞きます。スラントさん。 この大人が家から全然出ないで引きこもりになっているという問題どう思いますかあのインドネシアはあるけど、うん、でも理由があります例えば年,の、うん、年寄りになってでうん、うん、橋が動かない動かない動かないで、うん、もう一つはの健康も 問題とかはたまにあります。健康の問題ね。健康とか年の問題です。ねでも、何にも問題なくて、部屋の中にだけ住んでいて、あれは本当に初めてです。理解できない感じそう。私が認定的な感じはい。もう一つ、もう一つは、理由は何ですかクレイジーですね。キラーですね。 ああちょっと精神的にちょっと問題がある人ね。それもあるけれども、ちょっとやっぱり普通の人が引きこもりちょっと変あの理解できない。プトリさんどうですかプトリさんはね、お医者様の道を歩んでいますが、<laughs> どうですかこういう引きこもりという精神的なちょっと問題になるかもしれないですが、どうでしょう、はい、とあインドネシアであの、うん、あ日本で、あ Yonju, Yonju kara, hmm. Yonju kara uh, Hikikomori wa hachimete <im> kiki, kikimashita. <im> ano, hmm. Uh, Indonesia de wa uh, uchi to no uh, tonari <im> 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 no ha, tetangga. Hmm. Hai, tonari no ne. Hmm. Hai, tonari no hito wa uh, ada yang seperti itu. Hmm. <im> hmm. Uh, Kenapa itu? Kenapa, orang itu? Uh, Nazenara, ano, <im> anu itu wa, uh, 家族と何だか、うん、あまり、うん、絆があまり良くないです。うん、だから、はいあ、ずっと部屋に住んでいます。あ今何歳ですか、その人は。今は、あの、十、十、え、六とか

ああのー、まあ、理由がいくつかあるんですが、皆さん考えられますかビサピケルもうキ大人が引きこもりになる理由はどうしてってのアダヤんビサピキルビサバヤンがどうですかどうダニエルビサピキルアダマサラアパジャで引きこもり、大人が 仕事の関係先生もそうです、うん。仕事の関係。まあ、ほぼんがん、ストーミなるほど、ねうん。やっぱりさっき、はい、あのプットリさんが言ってましたが、家族の絆、だから親と子供の関係がうまくいかないとか、仕事の関係、さっき、ダニエルさん言いましたが、仕事が上手にできない、うまくできない。 あるいは仕事の仲間仕事仲間とうまく付き合うことができないとか、うん、そういうことで、まあ、子どもは学校行きたくない学校でいじめがあるからとかあの勉強が上手になれないから行きたくないでも大人の場合は会社に行きたくないって言ってうちの中にいるでうちの中でも多分お父さんとお母さんが「どうして会社に行かないのどうして仕事しないの?で」でそして結局自分の部屋の中に 引きこもってしまうということですかね。ほか、うん、にインドネシア人の人たちで分かりますか日本人の大人で引きこもりになる人の問題。<で>どうでしょうリナ<で>さん。さんううお金ね。お金がないから。お金がなくて外に出ることができないというような問題ですかね。はい。じゃあですね。 えーまあ、意外ですけれども、先生がちょっと、まあ、調べた内容でお話をします。引きこもりになる人のタイプがあります。タイプがあります。まず、プルタマ、リノさんの意見と反対。意外にお金持ちの家の人。<いや> <laughs> 意外に、<laughs> ルーアルピキラインですね。意外にお金持ちの家の人が引きこもりになるケースが多いです。カススにア、バニャクイとオランカイア、アナクカイアとかね、うんうん、オランカイア。 どうしてどうしてだと思うお金持ちの子供はどうして引きこもりになる<金>なりやすいお金がいらないから。<laughs> そうね、リマスさんも通る。お金いらないから。働かなくても多分お父さんとお母さんがお金を出してくれるから、多分引きこもりになりやすい。逆にリナさんが言ったようなお金がない人というのは、働かなければ生きていけないですから。だからあまり引きこもりにならないかもしれない。 それから次に、やはり夫婦とか家族が、あ例えばね、子供が子供っというか、例えば20とか30歳の子供が引きこもりになる場合は、お父さん、お母さんの仲が悪い、お父さんとお母さんの仲が悪い時に子供が引きこもりになるか、うん、ケースが多いらしいです。ももう一つもう一つははととて日日本本ぽいいんですが国 目立つ人、キャラクターの強い人とか目立つ人というのがちょっと、うん、抑えられるすごく、うん、すごく頭がいいとかすごくなんか、あのー、コメディアンっぽくすごく面白いとか,なんかスペシャルがすごくムノンジョルの人は日本の社会ではだめだよ、お前。 狂わるやっていうふうに言われることがだからすごくそういう人たちがそういう、うん、なんか抑えられることをされて結局家の中だけに過ごすということも多いそうですさあここまで聞いて何か意見がある人ベバスです何でもいいですなんか日本人の方でもあの追加でお話しされたい方があったらどうぞおっしゃってくださいませじゃあちょっとあの酒井さん酒井さんどうぞ追加であのお加えていただいて ありがとうございます。ではい、あの日本は、うん、じゃ世界中に引きこもりってあるそうです。はい。オックスフォードの令和時典にも載ってるそうです。引きこもりとか。はい。でも日本はかなり<っ>、うん、独特で、うんうん、私は今おっしゃったようにあの高学歴の家庭に多いんですって、うん、今。高学歴皆さん高学歴というのは教育をたくさん受けている人。 だから、あの中学生だけでは高学歴とは言えない、大学まで行った人たちでもっと上まで勉強して、これ、高学歴、学歴ってすじゃら、ふんリカンですよね、高低の高い、高い教育を受けてる人たちが多い、そしてお金持ちが多い、はい坂井さんどうぞその家庭の子たち、うちも患者で来るんですけど、引きこもり患者、いっぱい見てますけど、あそうなね、親が、うんまあ、一つは甘やかしてるのそうですけど、 自分とと同じ道を歩ませようすするんです、うん、医者だったらお前も医者になれパイロットだったら君もパイロットーナースだったらあなた自分の娘もナースって自分よりも上に行かせようと、まあ、プレッシャーですよね本当ねやっぱりさっきのプレッシャー <laughs> 要するにあ,のある意味その人がやりたいということを抑えていくさせないようにしてしまうことでどこにも行けなくなってしまうんですかね。高井さん でも昔は今先生おっしゃったように、人と目立たないように、うん、目立たないようにお父さんのお母さんの言われた通りに進むっていうのが日本人のまあ一つの美しさだったんですよね。一緒になって。ね、だから戦争に勝ったりとか、まあ、ちょっと例え悪いかな、何かあのみんなで一緒に作り上げるっていうのは上手なんですよ。共同作業。ロボットみたいになってね。でも、だん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 時代が変わって世界の情報が入ってきて、個性とかが大事なんだよと。 美しいものんだよっていう西洋の文化ですよ、これ、日本の文化じゃないんですよ。欧米から入ってきて、それが絡んで、うん、じゃあなぜ親の言う通りにしないといけないんだっていう反発が出てきた。うん、そこに親は昔の考えですから、いや、医者の子は医者だというわけですこ、うん、んなことない、私はバイオリンを弾きたいんだって言ったら、そこで反発して、社会に合わなくなって引きこもるというケースが多いそうです。これ、80、50問題って言うんですね。お父さん、お母さんが80歳、ね、息子の子は50歳。 中途半端にお金あるから大丈夫ですよ中途半端いうかですけど、ある程度生活ができるので、引きこもっても危機感がないんですよ。お風呂は入れる、お父さんお母さんも仕方ないなって見てる。でもお父さんお母さんも年を取っていって、ふと気づけば、自分がもう予防予防になってる、子供たちは自立できていない。自立ですね うんまあ、ちょっとそこまででお話止めておきましょう,うあのこの80、50問題というのは、このトライアルクラスのときにもちょっと話をして、でも十分に話をできなかったので、今日は本当にあの酒井さんがお仕事の中でね、これをあの担当されてるというのは非常にあの心強いなと思うんですが、酒井さん、じゃあ、この引きこもりというのは、もう世界的な言葉になってるんですか、これ、津波と同じように。ードの人に乗ってると聞きました わーすごいですね。あんまり嬉しくないうんでね。そうですね。で、あの、確かにこのおさっき言ったように、あの個性というのはパ,パーソナリティですね、その人が持っているスペシャルなところ。で、この個性を昔の日本はあまり好きじゃなかった。みんな同じよ な社会というのが好きだったんですが今個性を個性がどんどん言えるようになってるやっぱり世界中がおらんいろいろな考え方をシェアするようになりましたからねでもやっぱりお父さんお母さんはやっぱり私と同じようにしてもらいたいという人が子供にお母さんと同じようにお医者さんになってねっていうふうに言ってしまってやっぱり優しい子 優しい子たちっていうのは断れないお母さんが、いやだ、あ僕はあのお医者さんなんかにならないよ、僕はシェフになるんだっていうふうに言うことができればいいんだけど、それができない子たちがどんどんやっぱり引きこもりになってしまうという感じなんですかね。はい。他に意見がある人、どうぞ。どうですかさっき手を挙げていた人はい。あえっと、<あ>じゃあ、ちょっと待って,てください、ね。はる,はるなちゃんいきましょうか。は,い、はるなちゃん、どうぞ。 私はその原因についてなんですけどその他にもオンラインのそのあのオンラインがその有名になってきたこととかうん、うん、テクノロジーの発達でその家にいながらもその顔を隠してその人とつながれるようになったりとかあとはそのオンラインゲームで自分だけの世界みたいなのが作れるじゃないですか。 それで、そことの現実の差っていうので、やっぱりあの家にいながらも楽しく生きれるし、そのわざわざその少し辛いこともある、なんでしょう、社会に出なくても、お金があるって生きていける人ならなっちゃうと思いますね。なるほど、この意見はちょっと目からうろこ、目からうろこっていうのは初めてびっくりした、初めて知ってびっくりした。そうですね今は コンピューター、インターネット、スマホがどんどん、あの、すごい世界になってるから、四角い部屋の中にいても寂しくない。ね、あの、パソコン開ければ世界が広がる。いろんな人と会える。だから壁だけじゃない。だから引きこもりになり、慣れやすい。なることが簡単。寂しくない。怖くない。一人ぼっちじゃない。しかもゲームなんかもあるし、楽しいし。

あ日本人はあの、うん、得意人があ高いあのなんだか高学歴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 人が、うん、あの、うん、あプレッシャーがあープレッシャーがどん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 あ高いですね、うん、大きくなりますね<ー>、うん、大きくなりますあ、うん、だからあちょっと fobia ini narinmas. Sengah, "Apa ini? Apa uh, ini? Fobia. Uh, fobia. Fobia. Aku uh, ya, takut, takut tidak gara-gara uh, gara-gara pendidikan tinggi Hai. malah jadi takut nggak gitu. Uh, jadi uh, di Jepang kan sensei hmm. tadi bilang di Jepang hmm. orang yang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin pintar, semakin berbakat akan semakin di プレッシャーがあった多いですあの。だん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 。そうですね。だから、ポビ,ビアになりませんかあの日,本人日,本人に日本人の境で、あの、おびあってのがちょっとが考えな。恐怖症ね。ま、そうですね。はいあの ああの高学歴になればなるほど能力が高いでおけば高いほど周りからの期待が大きくなりますね。期待ハラパンハラパンにはでみんなからの,<う>あの期待武漢希望ですね期待,期待というのはあのダ,リダリルワールというのはハラパンにある期待が大きくなる。 でもその人もゆっくりやろうと思ってたりとか実はたくさん勉強してもでも本当は他のことをやりたくいかもしれないでもみんなから絶対この人はお医者さんの勉強してるから絶対にすごいお,べお医者さんになるぞと言われていてそのプレッシャーがなんとなく恐怖になってくるそして引きこもりになってしまうという人も多いということですかね。テリーはいパ、はい、パニックリソールパニッッククソソ

パニック恐怖症の人たちっていうのはやっぱり何か突然、突然ばーっとパニックになってしまう、そしたら、はい、あの周りの人に迷惑をかけるので、そうしないように引きこもってしまうというのもあるかもしれない、はい、というかじです人は人を傷つけたくない、自分も傷つ,か<ー>傷つきたくないっていう人が圧倒的に多いようですね。やっぱり家族が減っていって、<の>昔は大量に一家族10人とかいたんですよね。うん、それか一、うん、人っ子とか 子供がいないとかなると、人に触れる機会がなく、勉強ばっかりしてるから、大学に受かるけど、パッと社会出たら人がいっぱいで怖い、傷つけたくないから会社に行けないっていうパターンですね。すやっぱり、酒、あのー、井さん、やっぱりデリケートだったり、優しい人が多いんですかね、やっぱり、引きこもりになり,なりそうな,なる人たちって。ここにいる方は誰も引きこもりにならない。 なるようなで最後に一番今大きな問題、ニュースでもよく取り上げられるんですが、前回話もしたし、さっき酒井さんも少しお話してくださいましたが、日本では今、八十五十問題、八八八あゼロ80、五0 5 0何て言うんですかね、これは。八ゼロ五ゼロ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 問題というのがあって、これは親が八十歳。 子供が50歳で、引きこもりは50歳の子供で、50歳の子供だからみんなお父さんたちですかね、50歳って。50歳のお父さんぐらいの年の人たちが引きこもりをして、その50歳の子供を80歳のお父さんとお母さんが世話をする。 食べ物を作ってあげたりとか買い物を手伝ってあげたりとか洗濯してあげたりとかお風呂入りなさいよとかって言ってでも出てこない部屋からこれがとても問題になるでもちろんこれ10年先は親が90歳になって子供は60歳なんですよで親は仕事をしていますかこの年は80歳の親って普通は仕事をしていないでしょ だから80歳の親が50歳の子供に作ってあげるこの料理は何のお金お給料じゃないよね。子供のお給料じゃないし、親のお給料じゃない。貯金ですよね。うん、親の貯金です。うん、この親の貯金ももちろん、限りがあります。トゥルーバタスです限りがあるどうですか、これ聞いて。この話を聞いて意見がある人。はい、どうぞ、アルディさん。 私は多分、あの、インドネシアと違って、日本はなんか年金がありますじゃないですか、あるじゃないですか。ね、年金、ね。多分、それからもあるし、ただ、この話すると、私は、うん、あの、引きこもり2つ、あの、2パターンがあります。なんか、1>, はい、1つは、なんか15歳から39歳までは、多分、あの人、うん、あの人は学生時代からはもう、その引きこもりタイプみたいなんですよ。さっき、春菜さん言った通り、なんかずっと部屋で1人でもう、 もう何もできるみたいな感じで、でも、2つは、うんうん、で、一度あの、社会出て、うん、で、会社に働いて、ただ、あの上司からパワハラされたり、うん,うん。いされたり、で、その後、うつ病になって、うん、メンタル病気じゃないですか、うつ病って。で、その後、うんうん、まあ、どんどん疲労があって、うん、まあ、また二度と社会出たくない。いやずっとどひどくなってね、ひどくなって。うん、だから、さっき酒井さん言った通りも、もう、 人間と会いたくない。他の人にも会いたくなくなるし、うそういう感じかな。そうですねはい。じゃあですね、あの今日はせっかくあのスペシャリストがあのいらっしゃるのでね、酒井さんがね。で、酒井さん、例えば、私、あじゃあその前に、酒井さんに意見を聞く前に、みんなの周りで、みんなの知り合いとか、みんなの隣の人、近所の人たちに、この あちょっと大人の引き、まあ、子供でもいいですけどもちょっとこう引きこもりのような人たちがいるという人やっぱりいらっしゃるんですねはい、オッケーじゃあ酒井さんここで酒井さんのアドバイスなんですが、あのー、ここにいる人たちは多分みんな酒 <laughs> 井さんおっしゃったようにみんな引きこもりにはならないでも友達や近所の人で引きこもりになっている人がいたら私たちはどうすればいい 酒井さんあの無理やりに連れ出すのは絶対よくないんですよね。うん、なるほど。ベストな方が。ティラボレーパクサ、ティラボレパクサ、クルワル、あややヨギと。パクサ。うんうん、バハヤですね、それは危ない。うんうん、逆に、危険な、例えば本人が、まあ、ちょっと難しいかな自暴自棄とかね、自殺したり。う暴れてしまうもう、自分で、自分の問題が嫌になって投げ出しちゃう、うん、もうやだーとかって、自殺になっ そういうは危険だから、うん、まずやってはいけないことは、絶対、トゥルパークサーってだっボレですね、これはね、もう一つ。じゃあ何がいいかというと、ねうん、人それぞれなんですよ。だって個性ですから、から答えは一つじゃないんです。うん、でも強いて言うならば、その人の話を聞いてあげるとか、よく寄り添うって言葉するす、うん、最近日本ではね。寄り添うって。ね、ちょっと幅広いけどね。<ー>だから、はい、趣味とか、少しでも得意な分野とかを。 聞いてあげたり、うん、拾ってあげたりするような、うんえー、お付き合いから始めればいいです。本当にその人を助けたと思ったら。でも、日本では孤立している人がいっぱいいるんで、ソーシャルワーカーっていう人がそれを担当するんですけども、もしあなたの友達がもしそうだったら、本当に友達であれば、何も言わなくていいです。そばにいるだけでいいと思います。もしそばにいてくれなくていいって言うんだったら、電話でもいいと思う。 その方の状況、うん、心の中をね聞き出すという作業から始めたら、だんだん広がっていくと思いますよね。 あのー、そうか、強制的に無理,無理やり一緒に出かけようよって遊びに行こうよっていうのはやめたほうがいいって、あのー、その人の気持ちに寄り添うというのは近く,近くでそばにいてあげるってことを寄り添う気持ちを寄り添うということも使うし体でも使いますけど寄り添うということが大切ただ引きこもりの人って部屋から出てこないので会うこともでき会って話を聞いてあげることもできない。 で家に行ってもも会えないかもしれないいかしれそうすると、さっき酒井さんがおっしゃったように、電話でもいい。で、この間、たまたま NHK で、NHK のドラマで、この引きこもりのドラマがあったんですね。で、その引きこもりの人は、あのこの Zoom でね、友達の引きこもりの友達同士で話をした。で、Zoom だと話ができる。 インターネットだと話ができる、でも直接会うと話ができないみたいな人もいると思うので、あのまたちょっと詳しいことを、ね、あの聞きたいなと思うことがあったら、またみんなで酒井先生からお話を聞きましょう。私は、ね、その障害者の支援の仕事をしているので、もういわゆるお客さんなんですよ。あじゃあ、そういう人たちのサポートをされてらっしゃるんですね。 なるほどはいあすごい、あの本当に今日はあはエキスパート、酒井さんがいらして、本当にありがたかったと思いますよ。嬉しかったですね。あのちなみに、でもあの最後にあの、まあ、こんなこと言うのはあまりいいことではないかと思いますが、引きこもりは男性の方が多いそうですね、酒井さん。なんか7割。7割,7割,、うん、7割が男性、女性さ<り>、うんは男性社会っていうのがまだ日本にはありますから。 そうですね、プレッシャーかけられて、意外に弱いんですよね、そのプレッシャーには男性の方がね。なるほどね。で、期待を下げられたために、うん、それを出そうと思って、また自分を潰してしまうという悪事。悪、はい、パドリさん、すいません、最後にイラスト1枚だけ今日あの興味深いなと思って、先生はあの見つけました。この3枚の写真なんですが、これ、あの上の左は何ですか上の左は 上の左は引きこもりと言わないですね、これはね。登校,登校ですか拒否。ね登否そう。登校拒否。はい、小学生がランドセルという日本のかカバンですね、小学生のね。ランドセルを置いて自分の部屋でこうなる、独ぼっちになってる、なんか勉強できないとか、ちょっといじめられちゃうとかってところ登校拒否です。で、その右にあるのが、まあ、何歳ぐらいですかね、20歳ぐらいかな。 16歳とか20歳ぐらいの子供が部屋の中に入ってお父さんとお母さんが困っている一番下はこれ子供50歳ぐらいですね子供50歳ぐらいでお母さんが80歳ぐらいこれ引きこもる一番問題でこれを見た時に先生はあら面白い面白いっていうか興味深いなと思ったのがこれ全部引きこもってるの男の人でしょ ララキラキや頑張るで男の人、日本の場合は引きこもりになるのは男の人が多いということなので、どうぞ最後ごめんなさいね。ではやっぱりコミュニケーション能力が高い人が多いですね。おしゃべり、<の>いい意味で、良い意味ね。ねえ、どうしたの先生、聞いてよっていうやつね。男の人はなぜおしゃべりをしなかったかというと、こわるんですよ、男は。 だから戦争するでしょ勝った負け勝ち負け勝負勝負勝敗はいはいはいでも女の人は平和を望む男の人は戦いが好きですだから聞くということをしないんです質問したら負けだと思うからだからコミュニティに入ってこないんですおおなるほど今分かりました皆さん面白い話これも面白い話です高井さんからねあの男の人と女の人男の人は 勝ち負けが好き、女の人は平和が好きで、はあ、まあ男の人は勝ちたいから人の話はあまり聞かない、あまりコミュニケーションよくしましょうみたいなことはしないということだ。なるほどね。もうでもけもしかしたら本当は平和にみんな仲良くやるのが一番勝ちなのかもしれないですよね、高井さんね。そうですねおっしゃる通りですそこに気づいた人は、ね、まあ 社会に適合ということですね。それを伝えていかないといけないですね。子どものときから。さすがに今日はやっぱり,やっぱり中身の恋、とてもいい話し合い、ディスカッションになりました。髪の毛薄いけど中身恋。いや <laughs> いや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 。それでは、坂井 <laughs> 長のそのクロージングはクロージングがイムです。はいえー、今日はですね、ちょっと JCC から一つお願いがあります。お願いがありますじゃあ、ダニエルからお話をしてください。すみません。はい。あ Dari pihak administrasi JCC kan JCC uh, kan uh, divisinya ada banyak dan ada yang mengatur tentang apa ya uh, sosial media dan WhatsApp pendaftaran acara jadi hmm. nah jadi uh, mulai minggu depan dari pihak administrasi JCC akan memasang sebuah katanya sebuah program yang nanti hanya orang-orang yang mendaftar yang bisa masuk ke acara-acara di sisi. Jadi nanti yang daftar langsung dimasukin ke programnya. Nanti otomatis masuk. Jadi mungkin nggak terlalu lama di waiting roomnya gitu. Jadi uh, bagi teman karena kita juga ingin menambah apa ya security uh, keamanan. Jadi biar uh, yang masuk karena dulu pernah ada kan yang kabar ada yang orang masuk tiba-tiba ke zoom dan langsung ngacak-ngacak dan sekarang sudah tidak ada, tapi Saiking ada sempat ada kasus lagi. Makanya mau diamankan lagi. Jadi, untuk selanjutnya, pihak administrasi akan mengelau, apa mengadmit yang masuk ke dalam ruang Zoom ini yang sudah mendaftar saja, ya. Jadi, yang belum terdaftar, kalau misalnya bingung, misalkan langganan nih, langganan, aduh, hmm. saya kayaknya nggak usah daftar masuk aja, tapi kalau nggak bisa masuk, nggak hmm. uh, bisa, karena kita udah ada sistemnya, jadi yang udah daftar saja yang bisa masuk gitu. Jadi, uh, mung, untuk minggu depan ya, mulai minggu depan, depan. Untuk ya, minggu ini, uh, enggak masalah. ada kan moto Saya beberapa orang, beberapa orang ada itu asal masuk, itu sebetulnya, itu sebelum yang acara ini, karena ada tugas, jadi tidak daftar dulu. Boleh ya, Terus itu yang, kebetulan, cepat selesai meeting, masuk kadang gitu. だから, kalau <tik> あのダフタールをしてくださいでこれはあのーまあ、先生とダニエル、まあ、JCC は考えたんですがこれはやっぱりあの時間と決まりを守る練習ですねだから JCC はあのできたらこ,んなあのこういったそのあプログラムアシックジュガープログラムアシックジュガービサブルグナウントクブラジャルエティカマナー、ね、時間と決まりを守ること。 ということなので、ちょっとすみませんが厳しいかもしれないですが、よろしくお願いします。はい。<あ>いということで、来週のディスカッションテーブルの、えー、トピックをお話しいたします、はい。ちょっと関係があります、先生<笑><笑>あ。実は先生、本当は来週のトピックを変えたかったんですが、時間がなかったのです。ますどうぞ来週のトピック、酒井さん入ってくださいよ、また。すみません。来週もちょっと。 ブラッドです来週もちょっとブラッドいいですか来週のディスカッションテーブルのテーマは老人ホーム。老人ホ,ホーム。はいこれについて話、すごいね。JCC のこのディスカッションテーブルはいろんなこと、いろんな社会問題を日本とインドネシアの目で。 ディスカッションしていくわけですから、すごく先生も毎回勉強になる、特に今日はもう酒井さんからいろいろお話を聞いたので、来週もしっかりとこの老人ホームの問題について話をしたいと思います。ということなので、今日もジャカルタコミュニケーションクラブのディスカッションテーブルありがとうございました。また来週ありがとうございました。